大寒波ですけど、うん、寒いね寒いですね、うん、で雪降っちゃいましたねまたね。電気牧場だと毎年こう結構降る降ります？ね、積もるのは年に2回か3回ぐらい、うんうん、の残るのは1回ぐらいだね。でも雪降っちゃうとあれですね、セラピーとかお休みです ね、 ね、うん、屋内動画があればできるけど、ね、馬たちはどうなんですか、結構こういうこの寒さだと。いや、この辺りの寒さはもう全然大丈夫、うん、ラックなんかは多分これ着せてるけど暑いぐらいだと思う。でもあ今今日でも、うんうん、でもこれね、あのあれだよ、あの濡れるのがかわいそうだからね、それで着せてるんだけどね。確かにまたちょっとラックはね、足が痛くなってきちゃってる。あそう、うん、サラブレッドとかも結構平気なんですか、寒さ的には。寒さ的にはね、この地域だったらまだ大丈夫、うん、うん、あの我慢できる寒さで、着さなきゃもっと毛が伸びてくるしね。ああ、適応してってこと、うん、でもまあサンちゃんはちょっと毛が短いかな、だからまあ着せてるけど、それでもちょっとサイズがこれ小さいんで、もう一段サイズ大きいのを着せなきゃ確かに北海道とかもいっぱい馬いますもんね、うん、そう考えると、これだよでも飲み水はやっぱあったかめ。あ、うちはね、あったかいのを入れてやってるよ、うん、でも馬によっては冷たいのがいいもん。あ、そう、2種類あったかいのと冷たいのとやってるんだよ、うんうん、そうするとね、あのプチは冷たいのから飲む、ロンはどっちも飲むし、うんうん、クラウドはあったかいの、うん、まああったかいの言ってもこうやって置いておくと寒くなって冷たくなってきちゃうけどね、うん、結構いいじゃん。気づくのが早い。